キム・ジョンウン死亡説に、妹、金与正への権力継承、北朝鮮独裁体制、崩壊の可能性はあるのか、サンデー毎日。北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長の動静が注目されている。心血管手術を受けたという健康異常説から、ひいては死亡説まで流れている。4月23日、韓国の国家安全保障会議は、北朝鮮の権力層に得意な動きはないと発表した。しかし、金委員長については11日の党政治局会議に出席しながらも、12日の最高人民会議以降の公開活動が報道されていない。これも疑惑に拍車をかける。日本メディアからは、ボディーガードら側近に新型コロナウイルスの感染者が出て、東部、本山へ向かって滞在しているとの報道もある。健康異常説が出てくるのも、元々の体型はいざ知らず、最高人民会議前日に開かれた政治局会議で、金委員長の妹、金与正氏、労働党第一副部長が政治局員候補に復帰したためだ。与正氏は3月に、米国のトランプ大統領が金委員長へ書簡を送ったことを談話形式で発表した。また、韓国にも挑発的な内容の談話を発表するなど、兄、金委員長の代役を任されているのではないかと、世界の北朝鮮ウォッチャーの中で、再び注目を集めていた人だからだ。これまで北朝鮮は、新型コロナ感染者は一人もいないと言い続けている。最高人民会議では、新型コロナ対策も議題の一つとなり、保健分野の予算を前年比で増額すると決めた。新型コロナには、さらに強い対応を取りそうだ。北朝鮮メディアの報道や会議発表を見ると最高指導者の決定を上位下達で伝えるという報道ぶりから最近は討議、研究という言葉を使うのが目につく。最高指導者が一度決めた案も政治局会議などで他の幹部に討議、研究させるなどして独善的ではない指導者像を打ち出そうとしているように見える。これが金委員長への権力集中体制から徐々に集団指導制に移行していることを意味しているのか。今後の金委員長の動静から独裁的な体制がわずかながら変化する可能性が出てきた。避難号号、外国人船員は死んだら、水槽の中国漁船。中国の漁船で乗組員として働いていたインドネシア人船員が、操業中の海上で3人も死亡し、その遺体が海中に投棄されていたことが明らかになった。遺体を海に投げ出す動画が流出したことで、現在重大な人権問題となり出している。写真、タイのバンコクでコロナによる生活苦から自殺した19歳のプライホン・アムザリカさん、幼子を抱える母親だった。この動画は、同漁船が4月27日に寄港した韓国、釜山で韓国のテレビ局が入手し、5月6日にテレビで放映されたことで公になった。そのため、亡くなった船員の母国、インドネシアだけでなく、韓国でも中国漁船が引き起こした大きな問題として注目を集めている。まるで現代のカニ公船。現在この動画は YouTube などで、モザイクがかかった状態ではあるが、誰もが視聴できる状態にある。チャイニーズフィッシングボート、インドネシアなどと検索すれば、すぐたどり着けるだろう。釜山の韓国海上警察は、この中国漁船の船長などに対する事情聴取を進めており、今後刑事事件に発展する可能性もある。同漁船に乗り組んでいた残りのインドネシア人、船員3人が、明らかにしたところによると、彼らは1日18時間も働かされるのが常態化しており、30時間ぶっ続けで労働を強制されたこともあると訴えているという。さらに操業中は、インドネシア人船員は食事の際以外は座ることも許されなかったという。彼らと中国人船員とは扱いに差があったようだ。中国人船員は、陸上から持ち込んだボトル入りの真水を飲むことができたが、インドネシア人は海水路化した水を飲むことを強要されていたという。最も最近の3ヶ月間は、
その濾過器も故障しており、海水を飲まざるを得ない環境にあったそうだ。船員 A は、海水を飲むと、めまいがして喉から、変な粘膜が出るようになったと健康被害が深刻になった上、食事も粗末で6時間ごとにわずか10分から15分という、短時間の食事時間しか与えられなかったと訴えている。その状況は、小林多喜二の小説、蟹工船で描かれた、労働法も人権も、武士のタラバカニ漁船での非人間的実態を彷彿とさせるものだ。こうした過酷な労働環境が原因で、インドネシア人乗組員の中から体調を崩す者が相次いだという。この問題を重く見たインドネシア政府外務省は、ルトノ外相が7日に在インドネシア中国大使を呼び出して、事実関係の説明と真相解明を求める厳しい姿勢を示した。中国側の出方次第では、今後、二国間の外交問題に発展する可能性もある。インターネット上にアップされた動画には、中国漁船の甲板に横たわるインドネシア人の遺体が入ったオレンジ色の遺体袋に一人の中国人船員がアルコールを注ぎ、線香を手向けた後に簡単に手を合わせる様子が映されている。その後、遺体は袋ごと甲板にいた複数の船員によって、舷側から海中に投げ込まれている。インドネシアではすでに多くの国民がこの映像を動画サイトで視聴しており、中国漁船そして中国人乗組員のインドネシア人船員に対する過酷で非人間的な扱いに対し、反感が高まっている。中国語書類に捺印強要で推奨、合意。韓国メディアなどの取材に匿名を条件に応じたインドネシア人船員 A によると公開された映像で推奨されたのは公開中の3月30日に死亡したインドネシア人船員アジ氏24。さらに2019年12月にはアルファタ氏19、セプリ氏24の2人も同じように死亡し、その遺体もやはり海中に投棄されたという。死因は戦場でのことで明確ではないが感染症によるとみられている。4月27日に釜山漁港に戻ったこの中国漁船からは別のインドネシア人船員一人がそのまま韓国の病院に急搬送されているがその日のうちに病院で死亡した。死因は肺炎だという。船員 A は韓国文化放送の取材に対し中国人との間では航海中に死亡した場合、遺体は最寄りの港で陸上に移され、本国に送還手続きを取ることになっていたと証言し、海中に遺体を投棄するとは思いもしなかったと打ち明けている。映像を入手した文化放送の取材によると、インドネシア人船員は全員が中国語しか書かれていない書類に母印を押すことを強制されていたという。その書類には、航海中に死亡した場合は水槽とすることに合意するとの旨が中国語で書かれており、中国人船長らはそれに基づいて遺体の海中投棄という水槽を実施していたのだと主張しているという。また、インドネシアのコンパス紙の報道によると、インドネシア人と中国人船員との間では、航海中に船員が死亡した場合は、陸地で荼毘に付して遺骨を本国に送還し、相続人に対して1000米ドルを支払う旨の契約があったとしているが、事実関係は明らかになっていない。この中国漁船は2019年2月14日に釜山港を出港して長期航海に出発、2020年4月27日に釜山港に戻ってきた。入港前に韓国のインドネシア在外公館に対して病気のインドネシア人がいるとの連絡があり、それが入港当日に病院で病死したインドネシア人のことだったという。報道によれば中国船員らはアリ氏の場合は死亡を家族に連絡し、水槽の許可も得ていたと韓国捜査当局に話しているというが、インドネシア側はその事実を確認していないという。死亡して遺体が海中の投棄された3人のインドネシア人の宗教は明らかになっていないが、もしインドネシアの人口の 88% を占めるイスラム教徒だった場合は問題が大きくなる可能性がある。まずアルコールを遺体に注ぐことは
アルコール類を禁忌とするイスラム教の教えに反することになる。さらにイスラム教の聖典、コーランの記述で墓地に埋めて、望みの時に蘇らせるとあるように土葬が大原則となっていることから、本人の同意のない推葬に対して、イスラム教組織から今後抗議の声が出ることも予想される事態となっている。長期航海は違法操業の秘匿が目的か。この中国漁船は、マグロ漁業を目的としているが、インドネシア人船員の証言によると主にサメを捕獲して、高級食材であるフカヒレを無許可で大量に密漁採取していたという。その数は平均すると1日に20匹以上で、捕獲してはヒレを切断して船内に密かに保存していたと証言している。こうしたことから韓国捜査当局や人権団体は、この中国漁船が違法なフカヒレ漁業を隠匿するために、長期航海と過酷な労働条件の下での強制労働を行っていた可能性もあるとみて、捜査を続けている。さらに、インドネシア人船員は1ヶ月約1000円という低賃金で重労働に従事させられていると証言しており、この労働条件が国際的な基準を満たしているのかも含めて、現在釜山でインドネシア人船員と中国人船長、船員に対する事情聴取と取り調べが続いている。在インドネシアの中国大使は地元メディアに対して中国政府は当該漁船を所有する会社に対して法律遵守と契約履行を確実にさせるよう指導すると回答している。金正恩の軍隊が犯罪集団に女性に暴行、民間人を射殺。中国と国境を接する北朝鮮の両高道、両岸道で軍兵士らが民間人を襲う事件が続発していると、米政府系のラジオフリーアジア、ARFが伝えている。現地消息筋がARFに語ったところでは、道内の金東路県、金明恩郡で3月中旬、2人の兵士が民家に侵入し、変圧器を盗んだ。さらに、住人である20代女性と鉢合わせした兵士らは、彼女に襲いかかり、性的暴行を働いたという。参考記事、手錠をはめた女性の口にボロ布を詰め、金正恩、拷問部隊の鬼畜行為。翌日、被害者の告発を受けた当局が捜査を開始し、犯人らは間もなく逮捕された。また、道内のテホンダン郡でも同月、覆面をかぶった兵士らが民家に盗みに入り、後に逮捕された。消息筋によると、現地住民らは最高司令官、金正恩党委員長の軍隊が犯罪集団に転落した。山賊のようだと非難しつつ、恐怖に震えているという。ARFはこれ以前の記事でも、道内の一部の部隊で脱走が発生しているほか、銃器の管理がおざなりになり、また兵士が民間人を射殺するといった事件が起きていると報じていた。北朝鮮軍では、上層部の横流しにより、末端兵士の食料が不足しているとされ、上に耐えきれなくなった兵士が、強盗や窃盗に走る例が珍しくない。さらに、世界最長の10年にも及ぶ兵役の長さが、犯罪を誘発しているとの見方もある。朝鮮人民軍、北朝鮮軍の2006年から2016年までの、都市平均の兵員数は116万人で、総人口、2500万人に占める兵士の割合も 4.8% と、世界で最も高い。そして毎年、数多くの兵士が兵役を終えて民間に戻っていくが、北朝鮮当局は、これといった手当を支給していない。そのため、少なくない兵士が、社会に復帰した時に始める、商売の元手作りに走り、民間人に大きな被害をもたらす結果を生んでいる模様だ。それでも、国境警備隊に配属になれば、脱北や密輸をする人から受け取る賄賂を貯め込んで、除隊後の生活資金にできる。また、大都会の近くに駐屯する部隊に配属されたら、市場で何らかの商売ができる。ところが、兵士のほとんどが送り込まれる部隊は山奥にあり、現金収入のチャンスはないに等しい。農民の畑で盗みを働き、生活資金を工面しておかなければ、豊かな生活は、愚か。生きていくことすら難しいのだ。